ニューイングランド三部作は、ウィリアム・シューマンの作曲した、還元楽曲、あるいは、吹奏楽曲。アンドレ・コステラ・ネッツによる移植を受け、1956年に作曲された。シューマンが1943年に作曲し、後に撤回した、ウィリアム・ビリングス序曲が下敷きになっている。初演は1956年10月28日に、マイアミにおいて、 コステラネッツの指揮するマイアミ大学の還元楽団によって行われ、11月3日にはニューヨークフィルハーモニックにも演奏された。コステラネッツはアメリカ風の背景による表題的な性格を持つ、明るく、聴衆に素早くアピールする作品を求めていた。ウィリアム・ビリングスの成果を題材にした愛国的な背景を持つ作品で、 シューマンの作品の中でも特に有名なものの一つである。シューマンはスコアの関東で次のように述べている。ビリングスはアメリカ音楽の歴史における重要人物である。彼の作品は私たちが独立戦争の時代から連想する、堅固でたくましい精神、深い信仰心、愛国的な情熱といったものを捉えている。ビリングスに共通したものを感じるアメリカの作曲家は、 私だけではないだろうし、そのことこそが私がビリングスの音楽を出発点として用いたことの理由である。この三つの商品は幻想曲でも変奏曲でもなく、様式や音楽語法の混合物と呼ぶ方がふさわしい。作曲者自身によって全曲がそれぞれ別の機械のため吹奏楽編成にも改作されており、特にチェスター序曲は単独でよく演奏される。 1956年、パイカッパオミクロン全米バンド UI 会アルファチャプターから吹奏楽曲の移植を受けたシューマンは、チェスターの改作で答えることを決めた。翌年にルイビル大学シンフォニックバンドによって、初演された吹奏楽版では、全体の規模をほぼ2倍に拡大し、バンドのための助曲と新たに副題をつけている。 1957年にはゴールドマンバンドのためにイエス涙を流したもう時を編曲し新たにバンドのための前奏曲と副題を与えている。喜びあれアメリカの吹奏楽編曲は1956年に制作されていたが発表の意思はなかった。吹奏楽界からの相次ぐ要望を受けたシューマンは後年新たに編曲を行い1975年に 水槽楽版が出版されている。還元楽版とは構成の細部が異なっており、より還元楽版に忠実なデビッド・マーティナックによる編曲も存在する。全3曲からなり、ビリングスの成果をそれぞれ1曲ずつ下敷きにしている。以下は還元楽版に基づく。ありがとうございます。